カウ TV がお届けします社長室101。今回は山形市にやってまいりました。東北山形です。今日お尋ねする会社は、株式会社感動ハウスさんといいまして、住宅メーカーです。この感動ハウスさん何がすごいかと申しますと、営業マン1人当たりの生産性でですね、年間、1人当たり4億から5億もの、住宅を受注していらっしゃる。山形市というと、人口24万人、年間で、2000棟程度しか住宅の発注はないそうなんですが、その新築住宅のうちのこのハンドハウスさんがなんと100棟を、受注していらっしゃるということです。その、全国の住宅メーカー今注目の、会社感動ハウスの、2代目の社長に語られます、斉藤俊也社長に今日はお話を伺います。斉藤社長です。斉藤社長どうぞインタビューよろしくお願いします。お願いします。第1問、体力には人一倍自信がある。早く悠々自適な生活がしたい。ユーモアがある方だ。社長業って難しい。自分よりすごい人はいない。10代の頃から社長になると決めていた。子供にも社長になってほしい。とっておきの殺し文句がある。ズバリ異性にモテる。奥さんの尻に敷かれる方だ。子供時代は地味だった。テレビに出るのは割と好きだ。社員全員の顔と名前が一致する。生まれ変わっても社長になりたい。最後の質問です。今夢を実現している実感がある。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。